久保さん。10年ですね。早いですね。10年間やってきたことが違うだけで、こうも人生変わるのかと。10年間、一生懸命会社で働いてきたのに、コロナでリストランになった人もいるだろうけども、10年間カメラに向かって喋ってたら自由になったっていう人もいるし、<laughs> なんですかね。うん。なんかこの前ね、なんか YouTuber の方で、なその、僕、この前、その、スピーカー調べてたんですよ。 色々とで、そのマニアックなね、アンプとかアン、めっちゃマニアックなアンプとかで紹介してる YouTuber の方がいらっしゃって、その方10年続けてて、あの、10年ありがとうございますと。<laughs> マニアックなのにありがとうございますみたいなね。めちゃくちゃマニアックなやつしか紹介してないですけど、でもある一定のね、再生数があって、チャンネル登録も10万人は超えてたかな。そう。だからそのマニアックでも、 続ければ何ですかねまああのー、都市伝説のこの直木マンっていう人も言ってたんですけどその最初ね都市伝説ってマニアックなわけですよでここまで行くとは思ってなかったけども一応でもやるからには頑張るぞみたいな感じでまあやりながらやりながらみたいな感じで到達したみたいな今直キマン朝直キマン聞いてたんですけど 直樹マンさん、今、チャンネル登録180万人ですね。そう。はい、そう最初のナオキマンさんのしゃべりもあんまうまくないし、画像も荒いし、でもどんどん稼げるようになって、どんどん、今なんかめちゃめちゃクオリティ高いんですよ、映像のクオリティが。だから徐々にですよね、徐々に <laughs>。 で、なんかあの、去年はサブスクもやったりとか、なんかいろいろやりましたんで、今年もいろいろやりますみたいなこと言ってましたけど。まあ、直木マンさんも結構続けてると思うんですよね。もう8年、7年、選手じゃないかな。結構、直木マンそう。あなたの賞はどこにありますか行ってらっしゃい。